皆さん、こんにちは、大樹です、えー。今年に入ってから思うところあって、えー、ノートをね、毎日書いてますけど、それ以外にもね、えー、まあ、これも思うとこあってなんですけど、あのー、個人コーチング、カウンセリングを、あのー、まあ、少しずつ再開しよう、再開しようって言っても、もう新規でなんか受けたりとかって、12年以上なかったんじゃないかな。で まあ今も別に大々的に告知してるわけじゃないんだけどまあなんか縁があったりとかねまあなんかした人に若干コーチングカウンセリングし始めてるんですけどまあまあ非常に面白いねなんかいや現場というかホームグラウンドに帰ってきたなっていう感じですよねで毎日楽しいなんかあのまあセッションがある日はねで やっぱ好きなんだなと子供の頃からねそのなんかライフヒストリーその人の人生に触れるっていうことがすごく好きでで電気ばっかり読んでる小学生でねでだからあのなんかそういう感じで多分コーチングをしてるんだろうなと思いますでなんかねまあも,もちろん自分がコーチング上手になった、ね、カウンセリングうまくできるようになったからだけどやっぱり毎回毎回ねその相手の人に本当になんか喜んでもらうとか人生が。 あの変わった日だと、ねえー、言ってもらえるっていうのは本当に、えー、素晴らしいことだし、ね、でなんかね、あのー、本当にここからまた幸せに新しい一歩を生きていくんだなっていう人たちに、ね、出会えるっていうのは本当に幸せな仕事だなと思いますあとやっぱね勇気をもらうよねあのコーチングってやってるとね あ人間ってこんな力こんな思いを持ってるんだっていうのをね毎回知ってでなんか生きる希望とかねでなんか生きてる幸せっていうのを、えー、毎日感じる日々を過ごしていますだからうんなんかねあのー、こんなのが仕事だって もう申し訳ないと思うこともないけどねありがたすぎるなとねこれでお金もらってるなんてと思いますけれども本当に幸せな仕事だなと思いますまああのコーチの人とかねで僕のセッション系やた人にはなんかコーチングが分かんなくなっちゃったっていう人もいるんだけどまあそうだよねなんかもうこっちも19年もやってきていろんなことができちゃうからでだからねあのそこはなかなか難しいのかもしれないけどでも なんかねみんなが言ってくれるのはこんな風に本当に信じて真剣に聞いてくれてそして何かね自分の内側から引き出されたものがね形になっていくことがあるんだっていうことでねなんかそういうのを、ね、多くの人に体験してもらってそしてねまあ、人生も生きてもらいたいしね幸せにねでそれだけじゃなくてやっぱりね自分もコーチとして関わりたいなと何かねその人の話真剣に聞いてでその人が何か新しい道筋をえー 進んでいくのね応援したいと思ってくれたら嬉しいなとまあ、そんな気持ちで、えー、生きてます。ということで皆さん、えー、まあ、ずっとね現場から離れてた僕が言うのもなんですけどあのコーチングできる人はどんどん現場に出ましょう。でやっぱり僕も毎日やりながら学んでるしね。で、うん、また「おっ何か俺成長できるな <laughs>」と。えー またね思ってますなのでね、えー、自分も成長しながらでどんどんね、えー、人も幸せになっていく、えー、それがね現場にあると思うんでどんどんね現場に立っていきましょうとまあそういう話です一緒に頑張りましょうそれではまたバイバイ